オレンジ譲るバスは大阪府美濃市内で運行しているコミュニティバス。阪急バス茨城営業所が見濃市から運行を受託し、車両デザイン、相性は公募で決定した。これまで運行されていた公共施設巡回福祉バスにとって変わり、2010年9月1日から3年間の実証試験運行を経た後、2013年5月20日より、 平日のみの本格運行及び休日のみの実証運行が開始された。バスの全部、茅野の中央にて、バスの後部、サイト青南に丁目にて、半急バスにおける正式な路線名は、未納循環線となっている。に戻る、に戻る2013年5月20日から2014年5月10日までの、ルート以降、平日、休日それぞれの運行ルートに区別された。 に戻る、に戻る、に戻る2011年9月1日から2013年5月19日までのルートは緑ルートが青ルート、桃ルートが木ルートにそれぞれ統合され青、赤、木の3ルート体制に変更された。に戻る、に戻る2010年9月1日から2011年8月31日までのルートは緑、桃、赤、青、木の5ルート体制であった。 ありがとうございます。